さあ、トイプ対策スクール s l e がお送りする英文法本日の問題はこちら10秒間でお願いいたします <noise> さあ、できましたか、まあ、D は違いますよねで、なぜそれを感じるのかと言われたら空所の右側この辺で仮定法だと判断できますよね ですから、括弧コへの改装。で、その観点から選択肢の D。意味を確認いたしますが、ご存知ですね。強化。ただ、これを知らなかった方。これは今年の公開テスト前半に出ておりますので、今後のことを考えると記憶していただけると OK です。で、この強化を入れていいかと言われたら、括弧への改装とは関係がございません。で、その観点から選択肢。正解が見えている方いらっしゃるかと思いますが、まずは選択肢の A。で、下をご覧ください。 前置詞に注目と書きましたが、空所の左側。前置詞 in はつきましたっけそうです。in じゃなくて、with。で、意味は残念ながら、点々点。もちろん、後悔という意味内容から類推することはできますね。そして選択肢の B。regards の左側に前置詞 in はつきましたかそうです。in ではなくて、as。で、意味はどうでしょううんたらかんたらに関しては。となってくると、正解はもちろん、c ですね。 でもちろんこの単語の意味は解雇。この過去への階層の意味内容とバッチリ。そしておそらく皆さんもピンと来ているかと思いますが、一番左側、レトロと書いてますよね。昔、過去。そのイメージはお持ちかと思います。で、それで押さえていただけるといいんですが、本日の問題のポイントはどっちかというとやっぱりこれ。まあ、選択肢 A と B に関わる前置詞なら出る可能性が高いですね。そして選択肢の D のこの意味。そっちをぜひ記憶していただけるとよろしいかと思います。 で、あとは意味ないを確認いたしますので、文章をご覧ください。思い返せば、もしくは今思えば。で、後半、すぐにカウンセラーに相談すればよかった。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右上で皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸4番。そこに貼る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。 ということでチャンネル登録もよろしくお願いいたします。